皆さんどうもこんにちは。今回はテネシー大学の研究結果などをもとに運動なしで確実に痩せる方法について動画で解説していきます。では行きましょう。まるさすくですが、健康にそこそこ詳しいと痩せられる方法はないの、かっこ運動はしたくありませんみたいなわがままな相談をよく受けるわけなんですが、結論から申し上げるともちろんございます。そしてそれは体重や食べたものをただただ記録するだけでございます。昔から記録したら痩せるよねみたいな研究は山ほどございまして、そういった研究36件延べ3495名分のデータをさらにまとめた信頼性の高いメタ分析によると、体重や食べたものをちゃんと記録するだけでほぼ確実に痩せるよと2009年に国蘭共同計画が発表しておりまして、テレビなんかでただただ記録するだけのレコーディングダイエットがやたら取り上げられていたのは、こういった経緯があるからかと思います。そしてさらに2019年に具体的にどれくらい記録したらどれくらい痩せられるのという疑問をテネシー大学などがゴリゴリに調べておりまして、研究内容が肥満気味の男女140名を対象にカロリー制限はせずに何を食べたかをオンライン上のプログラムに記録してもらい、それぞれの参加者のアクセス記録、例えば1日何回記録したかやどれくらいの時間をかけて記録したかも全てデータとして残し、半年間観察した結果、特にダイエットに成功したグループは半年で体重 10% のダイエットに成功していて、そのグループの人たちの特徴が平均で1日15分の記録を行い、記録回数は平均で1日 2.7 回、特に体重減少と相関が強かったのは記録する回数で、どれだけ記録に時間をかけるかよりも食事の都度ちょこちょこ記録するという回数が大事でしたよと発表しておりまして、じゃあなんで記録するだけで痩せるのか、その理由についても解説させていただくと、研究者のコメントによると、記録という行為がセルフモニタリングに役立つからだよとコメントしておりまして、このセルフモニタリングとは要するに自分に気づくことでございます。例えば体重を久しぶりに測ったら2キロも増えていたとか、3日前に食べたもの、1週間前に食べたもの、全然思い出せませんといったことはザラにあるわけで、記録していないと人は自分のことを全然把握しておりません。要するに何が悪くて何がいいのかに気づけないと。仕事やスポーツなんかでも失敗したりうまくいかなかったら、そこから気づきや学びを得て上達していくでしょと。反対に例えば仕事で失敗して怒られて、その3日後にまた同じ失敗をして怒られて、さらにその3日後にまた同じ失敗をニッコニコでする人が入ってきたら、やべえ新人が入ってきたなと思うかと思いますが、なぜか多くの人は食事についてはこれと全く同じことを繰り返してしまうわけなんです。今日食べ過ぎちゃったなと思っても3日後には忘れてる。そしてまた余計なものを食べてしまい、うわーやっちまったなと思っても3日後には忘れてる。そんなやべえ新人みたいなことを繰り返してどんどん太ってしまうというわけなんです。なのでこの悪循環を断ち切るために、毎日の体重と食べたものくらいは記録してくださいと、特に記録する回数が重要だと発表されておりますので、食事内容のカロリーといった細かなところまで記録していただくのが理想ではございますが、めんどくさいと感じる人は朝はサンドイッチ食べた、お昼はラーメンで、夜はカレーといった品名だけでも構いませんので、食事ごとにちょこちょこ記録していただくことをお勧めいたします。あとちなみになんですが、1日15分記録をつけると半年で体重 10% 減、これを運動に換算するとどうなるのかについても解説させていただくと、例えば体重 60kg の人が半年間で体重の 10%、6kg の減量をするためには体重 1kg 落とすのに必要な消費カロリーが 7200kcal なので、半年で 43200kcal 分の消費カロリーを稼ぐ必要がございます。そしてこれをランニングで落とそうとすると、ランニングの消費カロリーは体重 ×km で計算できますので、 43,200÷60km で 720km 走る必要がございます。これは1日 4km のランニングを半年間毎日欠かさず行い、なおかつ普段と全く同じ食生活を続ける必要があるわけです。これとただ単に体重と食べたものを記録する行為は痩せるという観点から見ると同じなわけでございます。さあどちらが成功確率が高いでしょうかと言われれば、私中瀬は 10-0 で記録する方を選びたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。さらにですね、痩せようとか仕事頑張ろうと思ったらいかにいい計画を作れるかの勝負なわけですが、目標達成率や集中力がゴリゴリに上がる計画もございますよというわけで、複数の海外大学の研究をもとにした超効果的な計画の立て方を紹介した動画をこの動画の概要欄につくので、ぜひご覧いただければと思います。またですね、私が書いた理論上最強になる方法というのもございますので、興味のある方は概要欄のリンクからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。